皆さんこんにちは。今週も始まります新春スポーツ一刀両断、ナビゲーターの土橋です。よろしくお願いします。今週もって言いましたけど、まあ、久々ですけど久しぶりですよね。そうなんですよ、ね、今週もって先週やってないですからね、はい、先週も先々週もやってます。先々週もちょっとお休みしてましたね。そうそうすいません、いろいろとね、はい、ありました。さあさあ、まあね、もう B リーグも F リーグも始まって、めっちゃスポーツがもう忙しいんじゃないですか。忙しい、新春スポーツ盛りだくさんでしょ。そうですね、ね、はい、まあ体1個しかないんでね、1個しかいけないですけど、ガッポガッポじゃないですか。いやいやいや、もうね、取材に来ないですよ。依頼が来ないですもん、取材の。もう今みんなネットで見れちゃうんでね。こんなに新春スポーツ盛り上がってるのに全然ないですね。ないですか。スポーツの仕事あんまないですね、本当に。なんすかね、どうやったら盛り上がるんですか。僕らはやっぱりそのメディアの方が動いてくれないと、メディアの力ってすごいじゃないですか。確かにね。だからメディアの方が取材に来てくれてちょっとでも流してくれると、めちゃめちゃ僕らはね、宣伝とね、広告的な部分ででかいんですけどね。確かに。まあでもね、フリングさんはアデマですから、はい、ね、全試合放送。そうなんです。だからネットで使えないんですよ。あ、結局そうなってっちゃうんで。そうなん、取材に行ってもね、この一刀両断ではちょっとも使えないで。でもだから見てる人たちからすると、あの枠が時間決まってて、うん、最後のケツのとこが試合が長く切れちゃうってこれって本当に全試合生放送って言えるのかみたいな。確かにね、それはありましたね。まあね、久々のね放送ですけども、今日はね、はい、来ていただきましたこの方にね。紹介します。もうこのままいいんじゃないですか。いや、それはまずいでしょう。僕のフリートークで絵だけって映る、映ってますけどね、今日のゲストはみたいなの T シャツだけ映しといて終わっていくみたいな、そういうのない。いやいや ね、 あのね、先ほどね、よかった引退をね表明しましたけども、アーティスト浅野からね、塩澤翔吾選手に来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。久しぶりだね、なんか、はい、すげえ緊張しますよ。嘘つけ。いや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 、いつも緊張ですけど。嘘でしょ、もう慣れてるでしょ。慣れないです。だってそれこそ引退のやつでさ、はい、なんか取材来たりコメント取られたりとかだったでしょ。そうですね、あの久々に、うん、はい、そういう時間を体験させていただきました。いいじゃない。ねえ、ね、いやいや、久しぶりです、ね、出演ということで、はい、ここ初めてですからね。あ、そうだね、いつも年末にか、あの、アルティスタの、はい、あのブランドでね、雨か風かが強い。確かにそうでしたね。あそこね、いつも天気悪いんだ、必ず何か天気悪いんだ、あそこね。そうですね、確かに。いやいや、ね、まあまあ、ちょっとね、今日なんかいろんな引退の話とか、ね、はい、いやいや、でも何、どこ聞いていこうかな、もうなんかね、気になることはいくつかあるけどさ。まあ、でもまずね、うん、まずまあ今年じゃないですか、そうは言ってもね、まあ、シーズンはね終わって、うん、ね、どうシーズン、まずざっくりでいく、これあのシーズン一応はい、あの、え、まだ練習は練習してます。あ、してるってことはまだ、はい、ん、なんていうの、シーズンではあるの、シーズンではない、トレーニングはしてるけど試合は終わったって感じか。終わりました。ただ契約があるので、その契約期間内は、うんうんうん、あの他のチームに移籍するとか、うんうん、そういう選手たちはあのここ出てったりするかもしれないですけど、うん、ど、僕はもう今年で終わりって決めてるので、うんうんうん、まあ、最後までは練習しようかな。なるほどね。あとはまだ巡回指導だとか、まだスクールとかもやってるので、うんうんうん、あ、はい、じゃあ試合はないけど、まあ、チームの活動としたらやってるってことだよね、はい、どう今シーズン振り返ってみて。いや、すごい難しかったですね。もうそれしか言えないですけど、まあ、どこさんも分かると思いますけど。いや、もうあのね、地獄みたいだね、はい、勝ちは天国、負ければ地獄みたいなね、はい、地域リーグ、まあ、そうですね、あの、ね、JFL のね、昇格をね、うん、まあ、死にですね、はい、させに、うん、アルティスタ行って、はい、アルティスタで何年プレーしたってこと？3年です。3年、はい、3年か、はい、どう今シーズン、そういう意味では3年目戦って。いや、そうですね、まあ、まあコロナの影響で大会自体がなくなったりもして、え、全社がなくて、全社なくなったんだ。だからか、だから今年はもう、ね、そうなんです、リーグ戦でしか、はい、え、リーグ戦のレギュレーションは変わった？なんか今まではさ、ホームアンドアウェイでやってたじゃん、はい、後半だけです。後半だけ、あの前期後期の後期だけの7試合で終了、うん、あ、なるほど。え、じゃあ1回だけ対戦するの、はい、そうです。もうほぼトーナメントだね。はい、まあ、で近いよね、はい、うん、他のリーグはトーナメントで
位を決めてるリーグもあるので、僕たちはガチのトーナメント。はい。へえ。あ、そうなんだ。そうなんです。じゃあもうその地域によって違うってこと？はい。レギュレーションが。あ、そうなんだ。で、北信越リーグは一応リーグ戦だけど、リーグ戦、はい、後期分が期間が多分設けることできたので、うんうん、はい、一回りして。へえ。で、まあ言っても順調に白星を積み上げていって。うん、ちょっと途中でちょっとどこで負けたの？最後ですね、負けたのは。最後ね、途中でちょっと三角がついて、あ、引き分けたっけ。はい、ジャパンサッカーカレッジに、うん、本当に最後なかったっけ、はい、確かに、ね、マジであれ柵だっけ。いや、アウェーで。アウェーか、はい、終了間際に決めて引き分けみたいな、うん、あ、そうなんだ、はい、じゃあそこまで負けてたってこと。そうです、土砂降りの中ギリギリ引き分けたみたいな、はい、でもその最後の福井サルコスとの試合で勝てばひっくり返ったこと、はい、あ、そうなんだ。そうなんです。そういう劇的なシチュエーションは用意できたんですけどそれ引退もあったし、はい、そうだよね、全てが整っ て、はい、で結果何対何だったの。0-1 負けるんかいかそれやっぱ持ってる人と持ってない人の差が出たんだなっていういやいやいや、もうあればっかりはね、はい、あの、なんだろうね、言葉では簡単には表せないよね、はい、やってる人間ですらあの勝ち方ってわからないじゃん、はい、で経験したからって言ってなんか次の年にその経験が全て生きるかとも思わないしさ、はいね、そういう意味ではなんか大変だったんじゃない、地域リーグ、はい、大変でしたただそのサッカーを楽しめたっていうのは一応この3年間が楽しめたのかなって思います。そうなんだ、はい、それはどういう部分でその一番あった俺楽しんでるなみたいなって感じれたの。まあ地元でできた、本当の地元でできたっていうことで、うん、いろんな知り合いの中でもできましたし、なるほどね、はい、あとあの純粋にサッカーを好きでやってるチームのメンバーなので、うんうん、まあ、そういった中で初心に戻れたかなっていうのは。でもいつその引退をっていうのは決めてたの？もう今シーズンの最初からというか。はい、もう契約する時にはもう最後にしようって、うん、なんでその割り切れたの。割り切れないでしょ普通ですよねいや割り切った、超本人でした。そうだよね、あなた、あの去年の出場時間がすごい短かったんですよね、うん、それ何、ちょっとしたクレームを入れてるわけじゃないいや全然クレームじゃないです。あのやっぱりサッカー選手自分で勝ち取らなきゃいけないんですけど、やっぱりそのシーズンフルでやったけど、うんうん、リーグ戦としては60分しか出てなくて、そこが自分ちょっとまあ考える時間にもなったのかなと。いやでもさ、それでもさ、ある程度自分の体がさ動けばさ、はい、絶対サッカー選手やってきた人間なんてさ自信はあるわけじゃん、まだやれるとかさ、まだやれる、はい、と思うでしょ。思います。それをよく割り切れたね、その契約するタイミングでしょ、だって、はい、にはもう今年で引退しますって言って契約したわけでしょ、はい、そこがすごいなと思って、その割り切れる感じが。そうですね、迷いなく。迷いはありました。あ、はい、けど次にやりたいこともあるので、うん、先生でしょ、はい、あ、そう言わなくてよ、言っちゃってよ、先生になりたかったのみんな知ってるでしょ、ずっと知ってたのね、みんな知ってるわ、もう、はい、ちょっと先生になりたいのでマジで、はい、いやすごいな、そこ割り切れるのって。でもさ、シーズンやってさ途中とかでさ、はい、うわなんか体調子いいし、いやもうちょっとやりたいなとかっていうシーズンの途中での悩みはなかったの？ありましたよ、やっぱり。ありました、はい、言わなきゃよかったなとかって思ったことあった？ああ、思いもちょっとよぎりましたけどただその学校の先生になりたいっていう、うん、ので引退するっていう表明してから、うん、その次の方に進むのに力をこう貸してくださる方もいらっしゃるので、うんうんうん、まあ、そこを裏切ることはできない、うんうん、まあまあそうだよね、はい、
それを伝えてしまったら、はい、もうそうやって周りがね動いてくれることもあるってことだもんね。はい、でチームにもあの教員採用試験を受けさせてもらう期間も作ってもらって、はい。え、だのいつ教員採用試験もう落ちたね、終わりました。7月の中旬にあったんですけど、その時はどうしてたの？まあ普通に練習とかもやって、練習やってて、で終わってから勉強とかしていて、うんうんうん、で試験の時はチームは練習しとか練習試合に行ってるけど、僕は試験受けに行くっていう、あ、へー、はい、そういうのを契約に入れてもらったので、あー、なるほどね、はい、じゃあもう次への準備はできてたわけだ、はい、完全に、すごい。で来年から晴れて先生になれればよかったんですけど、あれ今の流れだとね、なんかあれ教員試験受けて順当に行ったみたいな、はい、からのからのちょっとやっぱ二頭を追うものは、うん、っていう、はい、やっぱ昔の人はすごい言葉を言うんだなと思ってお前そういう言葉使えばいいと思ってはい、なるほどね、ちょっと勉強したっていうことで、あ、まあまあこっからと、そうか、じゃあ残念だったとかね、教員試験は、ね、はい、そうです、まあまあでもね、教員になるっていう部分は変わらないでしょ、なりたいっていうのは、そうです、すごいね、いやそこ割り切れるの、そう、俺なんかもうブレブレだったもんね。でも大体シーズンの始まりもう決めるんでしょ、今年はもうみたいな、今年でもうやめようっていう、うんうん、ね、自分の時にはだって契約満了伝えられたから、ああ、そっかそっか、そう、シーズン終わってか、終わった、そうそう、シーズン終わってすぐ伝えられて、うんうん、で、ああじゃあ次どうしようみたいな、選手まだやりたいし、でも長野には残りたい、うん、でも長野県でプレーする、ね、プロとしてっていうところがない、はい、で他の地域から話が来て、うわーこれ長野を蹴って外に出ていくってどうなんだみたいな、うん、いやそれだったら、そうかそうか、でその後にアンバサダーの話が来て、あ、で、まあ、長野のために仕事したいって思って、まあ、まあ、引退を決意したけど、はい、そんな割り切れなかった、まあ、だからでも逆に言うと幸せな今年の1年だったんですか、うん、もう引退をしようと思って、うん、はい、決めてる中でのまあ先生活をどういうふうに過ごすか、確かにね、まあ、そのケツを決めたから、うん、もう必死になるしかないっていう状況で、あ、まあ、どうしても上げたかったんで、うんうん、まあ、その気持ちでやったら、うん、え、やんないの試合みたいなコロナでみたいな ね、まあ、難しい、でもシーズンだった ね、あのやっぱそうですね、怪我でサッカーできない期間って、うん、ありましたけど、うん、体は完全に動くのにサッカーやっちゃいけないって、どうなの現場ってどういう雰囲気だったの、もちろんあの練習ができない時期があって、はい、そういう時ってここでここですコンディション、はい、で、ね、チーム監督からこれだけはやっといてくれみたいなとか、いやもうそれはなかったですね、じゃあもう本当にここでコンディションだけ維持しながら、はい、ただ強度を上げるトレーニングできないじゃないですか、そうだよね、え、どれぐらいさ、リーグ戦スタートするまでにチームのトレーニングってどれぐらい期間があったの、1ヶ月ぐらいは、1ヶ月ですね、1ヶ月、1ヶ月半ぐらいです、ね、でもその1ヶ月って結局県外に出て練習試合とかできないわけでしょ、あんまりそんなに対外的なものは、そうでしょ、はい、そうするとやっぱり試合感って難しいね、全く難しかったですね、で特にあのみんな働いてて、うん、介護職の人が多いので、うん、そういう外に出ることとか、そうか、そっかそっか、はい、厳しいんだ、まあ確かにね、はい、今もちょっとやっぱ言われる部分もあって、そうだ、ね、なのでやっぱり試合も県外に出てくので、うん、そこはその間だけは職を変えて、マジでなるよね、はい、だってねっていう選手たちもすごいね、なんかほら会社が OK 出さない会社もあるじゃないですか、やっぱり県外、県外行っちゃダメみたいなね、そうなんですよ、だからそう考えるとやっぱ働きながらサッカーしてるところってそういうまたね違う意味での厳しさ、調整がね、うん、はい、まあね、アルティストだけじゃないかもしれないけど、はい、どこもやっぱ地域リーグはね、そうですね、特に今年厳しいよね、大変ですね、そんな中で引退だもんね、はい、最後どうだったの、いや楽しかったっす、え、一番最後のもう試合終わった時に、はい、ああ俺引退だって思った、あー、どういう感覚なの、なんかこう俺はそれを感じてないから、はい、最後かそプレーはしたけど、そうだ、ね、まだ契約する気満々だったから、はい、契約書を出されてふざけんなこいつみたいなって思ったぐらいだな、そうですね、あの多分夢中になれてたから良かったのかなと思って、
あとどれぐらいで自分が終わっちゃうっていう感覚がなくて。そうなんだ、はい、ないもんなんだ。なかったです。ゼロイチの状況で出ていって、うん、もうとにかくもうボール追いかけるのに必死で、うん、で終わってちょっとしたあ終わりだよなっていう感じです。はい、ただそのすごい楽しい時間、うん、あサッカーボールの楽しいなって、はい、いうのが味わえた瞬間でもあったので。へー、はい、ジーンとくるものなかったの？ピーピーピーみたいな、あ終わった俺のサッカー人生みたいな。終わって挨拶に行く時が、はい、ずっと追いかけてたサポーターの方もいたので、うん、なんかで、結構 SNS に上げてる人たちいっぱいいたよね、はい、塩の最後の、ね、そうです、はい、うん、俺もね、気持ちは言ってたんだけど、はい、ありがとうございます。届いた、はい届きましたいやでもすごいよね、横断幕結構みんな、はい、ね、塩のやつ貼ってくれたりとか、うん、はい、そうですね、ね、山川の時のとか貼ってなかった？ありました。あったよね、はい、あれなんか SNS で見てね、うん、改めて、まあでもね、そう思うと山川行って、うん、パルセイロでやって、はい、アルティスタでやってた、はい、ね、ちょっと軟心だけ抜けてしまうでちょっとこれから軟心もう一回軟心のちょっと学校の方にちょっとちょっと塩のプロフィールのやつ出ます？あるかな？出るかな？経歴、あ、出た出た、はい、まず水戸ですね、はい、スタートが水戸に入る前は学生、大学生です。そうですよね、あ、大学生でね、はい、でモンテディオンの強化指定選手でした、うん、でそこから大学卒業して、はい、2006年に水戸、はい、そこからじゃあスタートなんだね。はい、セレクションで、セレクションで入ったの、はい、だからモンテはダメだったんでしょ？モンテ、はい、監督変わって契約してもらえなくて。え、当時監督誰だったの？あの、練習、あの強化指定で行ってた時は鈴木純さん。おお、わかるわ、はい、から樋口さんに変わるタイミング。あ、そうなんだ、はい、で水戸に行って、水戸は、はい、と、え、前田さんです。前田さんか、はい、2006年ってことはもう俺山川の年だな、これ。そうか、もう甲府の7年終えて、もう山川に入った年、はい、に潮の水戸に入ったんだね、はい、で佐川印刷、はい、で2011年に山川、はい、ここは山川が上がった JFL の2年目です。松さんと一緒なので。ああ、え、ね、佐川印刷は2年です。リーグは、はい、JFL じゃん。JFL、 JFL です。あ、じゃあ JFL から JFL、はい、に移籍、移籍ました、はい。え、山川からオファーが来たの？行きたいって言ったの？僕が売り込みましたすごいね、山川行きたいって。はい、あ、そう、それはすごい。あの佐賀印刷で得点を取って、うんうん、その時全くオファー来なくて。へえ、本当？はい、それまではあの得点を取った選手ってなんか J に戻るみたいな流れあったんですけど、うんうん、あったよね、うん、5球とか5球とかね毎回点取ってたもんね、はい、必ず得点王のやつはね、上のカテゴリーにって流れあったよね、はい、なくてえ、その流れを切ったわけ？じゃあいや僕なんかね、このシオンの人生って面白いね、ちょっとね、点を取った人を上に行くっていうのをシオンが切ったわけ、止めちゃったんだよね、そこでね。そうですね、はいいや、でもそれで上がりましたからね、山川に、はい、なのでもう個人昇格するしかないっていうのもありますし、あの山川の盛り上がりも知っていたので、うんうんうん、でちょうど佐賀印刷2年目の時に対戦する、うん、ちょうど JFL に上がった年、うん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 、対戦することがあって、うん、その僕怪我しててスカウティングに行ったんです、アルウィンに。その時のサポーターの盛り上がりにもう感動してしまって、もう絶対ここでやりたいと思って、そっからもうすぐあのジェンシャンの監督にちょっとつないでて、はい、つないでって言って。あ、そうなんだ、はい、で山川で J1 まで行ったんだっけ？行きました。 J1 行ったね、すごいね、はい、ソリさんとね、はい、ソリさんにそれました、ね、いっぱい使ってもらって、すごいよね、うん、で2016年にね、はい、こんな普通禁断の遺跡とかしませんよね。なんか過去にいたようなあれそんな人いないよ、過去にも過去、あれ過去にもいない、そんな山川からパルセイロに遺跡する人なんて見たことないもん俺も
僕目の前で今禁断の2人がねそこにいますけどもね本当ね。でパルゼロ何年だったんだっけ。2年です。2年か、うん、え、あの時にだからパルセイロがふみさん、三浦ふみたけさん、あ、ふみたけさんで、はい、うん、で、浅野哲さん、 J3 です J3 の時か、はい、あ、もうずっと J3、そうですね、J3 の時ですね。そうか、浅野さんか、はい、で、2年プレーして、はい、で、アルティスタで3年か、はい、すごいね、地域リーグから J1 まで、ね、はい、この経歴はすごいね、でもね、はい、なんだろう、持ってるようで持ってないこのね、なんだろうね、この持ってるようで持ってない持ってないようで持ってるね、なんだろうね、このなんですかね、師匠の人生ってね、すごいちょっと面白い、ね、面白いね、変わってるよね。どこが一番楽しかったの。いろいろあると思うけど、はい、俺もすごいよく聞かれるんだけど、はい、答えづらい部分もあると思うんだけど、はい、いろんな楽しみで、サッカーだけそので言ったらここが確か、俺サッカーだけで言ったら山が一番楽しかった。いや僕もっす僕もです、はい、あ、そう、うん、はい、なんで、どこだったの。いや、反町サッカーが楽しかったっすね。あ、そうなんだ、はい、そうなんだね、めちゃめちゃ厳しいっていう印象しかないんだけど、はい、ただ反町さんは、あの、学校の先生みたいで、あの、良ければいいっていうし、悪ければ悪いって言ってくれるので。なるほど、はっきりしてた、はい、うん、それがすごい良くて、まあ、自分が出してもらってたから多分そうやって思うのかもしれないですけど、まあ、ううね、なるほどね、はい、俺は山川の時はね、あの、プロにはないものがあったっていうのがすごい新鮮だった、はい、プロって結構ギスギスしてるじゃないですか。もう自分が結果残せば来年の契約あるし、はい、でも山川行った時はもうプロから一気に地域留学があったから、はい、あ、こんなサッカーあるんだと思って、何この青春みたいな、はい、で2006年土のグラウンドで、ね、いや最初は土だったから ね、うん、で負けて地獄始まって、で2007年でまたチャレンジしてみて、もう今年こそみたいな、はい、あの感覚はちょっとたまんなかったよね、うん、まあ、そういう楽しさだったけど、ここきつかったっていうのはある。それこそ地域リーグの環境でもいいし、な、環境だって J1 からさ、はい、地域リーグまで見てきたらさ、はい、いろんなもの見てるわけじゃん、環境面もそうだし、はい、ね、チームメイトもそうだし、はい、指導者もそうだけどさ、俺はね、環境面やっぱ最初の地域リーグって2006年とかは、はい、もう中学校のグラウンドでナイターで、はい、全然ナイターもすごい暗いの、はい、カッチカチのグラウンドで、はい、練習したとかっていうのは、うわーって思ったけどね、相当きつかったけど。そうですね、やっぱ地域リーグ大変ですね。うん、 今現在やっぱりフルピッチで練習できない。ああ、そうだね、アルティスタはね。なので、え、確かフルピッチないんだっけあれ。はい、そうなんです。あ、そうなんだ。じゃあ試合の感覚で言ったらやっぱちょっと違う。はい、やっぱそうだよね。あの、ロングボールの質も変わってくる。なるほどね。とか裏に抜ける練習とかもやっぱりできなかったりとかするので、スペースがないからとか。はい、それでね、難しいね、はい、なので週に1回フルピッチで練習したりしてましたけど、うん、なかなか難しいですよね。うん、なるほどね、はい、まあ、そういう意味でやっぱりカテゴリーが下に行けば行くほどやっぱそういう難しさはあるな、うん、まあ、そうですね、はい、あとはやっぱ選手たちの意識のところも違う、うんうんうん、感じるよね、それはね、はい、その辺の選手との差はみたいなところだったらさ、どの年が一番楽しかったの。山川ですね。ああ、そう、 うん、あの時誰いたっけ。ガチャ、はい、まあ、置いておこう、はい、そうですね、最初に出すのはちょっとそうだよな、今俺もちょっとあの名前出すの間違えたなって思って、はい、一番最初にあいつじゃなかった。絶対喜んじゃうじゃないですか。もうちょっと違ったなって今、はい、言ってちょっと今そうす、ね、自分の心の中で反省したけど、はい、てっちゃんにしましょう、最初。はい、ああ、てっちゃんね、はい、てっちゃん選手ね。てっちゃんか、はい、そう、てっちゃんためなので。あ、一緒？はい。あ、そうなんだ。そうです。てっちゃんもやっぱ地域リーグから全部経験してるので、ね、あ、いつもすごいなと思うよね。で、今も残ってさ、はい、ね、で、山がやっぱそういうのがすごいですよね。まあ残ってね、州もそうだけど、はい、ね、クラブに残ってっていう、はい、あれだから州もやってるでしょ、一緒に。はい、翔太。そうです、翔太も阿部拓も須藤。あ、須藤、みんないますもんね、今ね。須藤と、はい、
この辺みんな一緒か。で、タマちゃんは今うちのチームにいるんで。あ、そうか。あ、そうか。まだ現役だもんね。そうですね、はい。すごいよね。彼はいくつになるの ?36? おととい 36? あ、そうなんだ。はい、いい年になってきて、でもまだやれてるっていいね。はい、ただポジションが今、センターバックやって、おう、そう。ちょっと印象ないけどね。ないですよね。ない。サイド駆け上がってるイメージがすごい強くて。その印象しかないけどね。本に駆け上がりたいって言ってますけどね。センターバック走っちゃうからね。ちょっとセンターバック。新しいサッカーじゃないですか。軸のあの中央のラインを、いやーって駆け上がる。新しいサッカーじゃないですか、ちょっと。あ、そうなんだ。そうなんだ。え、まだ塩がさ、はい、一緒にやってた奴らで現役のやついる、山が、それこそ。村。ああ、村山キーパー。村山、一緒にやってる、はい、あ、そうなんだ。で、そこから出てってまた戻ってきたんで、あと、ハイマ。ああ、そうか。ハイマもためですからね。あ、鉄人。すごいね。うん、あ、じゃあ、まだいるんだね、何かね。ね、すごいですね。すごい面白いね。なんかいろんなチームを渡り歩いて楽しかったでしょ。はい、どう、長野県内を。長野県内楽しかったですね。うん、そうさ、塩が現役をやってきた中で描いてた長野県内をこういう風に回ってきたいなとか。まさか。全然です。まず最初始めた時って長野県でサッカーすると思ってないですね。うんうん、ああ、まずね、帰ってくると思ってなくて。で、まあいろんな縁があって、あって山賀に入って、はい、でパルセイロに行ってさ、はい、まあ言ってもさ、まあまあ俺が移籍したっていうのもあった、はい、ね、事例があったかもわからんけど、はい、でも言ってもさ、当時は当時でまた違うあれがあるじゃん、パルセイロと山賀だったら。はい、どういうあれでパルセイロ行ったの。いや、もう声かけてもらったところで、うん、一番上のカテゴリーだったのがパルセイロだった。迷いなく決めたの。決めました。はい、もうちょっとどっかねえかなみたいな。なかったの。いや、やっぱ山川がやっぱあったので。わ、うん、かるよ。いやいや、わかるよ。はい、あの、サポーターの皆さんの気持ちも重々知ってる上での、はい、もうね、はい、その感情はね、俺にしかわかんないと思う。ですよね。お仲間だね、そのね。いや、本当、もうわかるわ。できることなら。あの、直通ルートは絶対行けないなって思いますね。なんか他をもう一個行って、うんうん、で入るとかだったら分かりますけど、その直通ルートがどうしても自分、まあ、親もそうだったんですよ。あ、親に相談した時も、うん、ダメって言われて。やめなさい、あなたと。はい、親父やっぱり義理がたいので。それよくね、アルウィンにね、親さんもよく見に来てましたからね、はい、本当にダメだと。そりゃね、ただやっぱサッカー選手である以上、自分を必要としてくれるチームに移籍して、その中でもやっぱ上のカテゴリーでやるっていうのは、絶対に選択しなきゃいけないと思ってるので、はい、あの、先駆者の方もいらっしゃるので、ね、で、はい、チームにもいてくださったので、当時はね、ようこそって言ったもんね。なるほどね、はい、でその後はさ、はい、パルが終わって、はい、アルティスタの流れは他のチームを選ぼうとかさ。そうですね、なぜ県内に。まあ他のチームに、うん、あの、移籍したい気持ちは徐々あって、うん、でトライアウトも受けに行って声かけてもらえれば、うんうん、とは思ってましたけど、その年齢が年齢、うんうん、だから35っすね。あ、なるほど。ってなると、ね、うん、やっぱチーム的にも、うん、同じような能力だったら若い選手を取るとか、うんうんうん、安い選手を取るとか、うん、そういう流れだよね、はい、うん、ってなってきた時に話をもらったのが、うん、まあ、アルティスタだったのが。アルティスタはずっと話は、うん、最後はここでやってほしいって話はしてくれていたのと、うんうんうん、あとドバさんの、はい、あの、違う赤で、はい、違う赤で違う赤でね、オファー出そうかな、じゃあそろそろ。はい、ピボあたりで。いや、そうですね、ちょっと背負う練習から。まあそれもね、また新しい楽しそうですけどね、はい、仕様がね、確かにね、室内でこうやってね、また
どうなの室内競技。いや大学の時にフットサルやってた経験は多少あるんですけど、もっとやっとけばよかったなって、あるあるかもね。リアルな話ね、これちょっと、うん、みたいな、はい、練習も、ね、あの夜だと僕は全然出れるんじゃないかあれあれちょっと1回9時、はい、あのちょっとそうですね、学校の先生は、はい、ちょうど終わるので。そうだね、はい、あるね。もうまあ面白そうですね、うん、それね。ちょっと確かにね、ちょっとちょっとちょっと後でね、後でちょっと細かい話ははい、あ、じゃあ僕ちょっと練習して続けます面白いね。え、でもフットサルのなんか経験とかあるの？あります。その学生時代に。うん、はい。あ、そうなんだ。あの全日本のあの、うん、トーナメントとかで、うんうん、出てました。へえ、うん。あ、そうなんだ。東北で山形のチームが強くて、うん、そこに、はい、そこ山形大学の OB の人たちが結構入っていて、うん、そこに入れてもらって。まだあれ体動くもんね。じゃあいいんじゃないかな、ね。ね、でだってフットサルのシーズンはまあ大体3月までって考えたらね、今シーズン。そうね、あれあれまだいける、まだいける大型新人選手でちょっと年齢はちょっとあれですけど、老人選手じゃないですよね面白いね。でも、うん、そんなんありかもね、ちょっとね。でもなんかフットサルをやってたらもっと、うん、できたのかなって思ったり。あ、そう、まあ、友達と話したりとか、うん、隅田の監督と話したりすると、あ、もっとできたんじゃないかなって思って、うんうん、いや体があるからね。なんか昔のフットサルの選手って本当に足の裏でこうテクニック重視みたいなのから変わってるからね、はい、フィジカル重視とか、うん、で本当、うん、あの適材適所で、はい、このポテンシャルを持ってる選手はもうここで使えるとか、体の強さが、はい、体はね、そう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 、でまた多分動くだろうし、はい、ね、ファーズ目でいいですか。ファーズ知ってるね、はい、泥臭くファーズ、はい、泥臭くファーズ、最後の最後で、ね、はい、いやいや、ちょっとなんかまた面白そうなね、ちょっとね話がありましたね今ね、はい、でもまだでもアルティスタは練習やってんだもんね、はい、そうです、1月末まで、はい、1月末までの、はい、じゃあ、あのアルティストに一歩入れたいと思います、はい、真剣にね、はい、塩沢を遺跡ということでみたいな、はい、いいですね面白 い, 面白い。でもあれだね、これで引退決めて、はい、これから教員っていうところで、はい、教員になって何がしたいとかってあるの？進路指導。え待って進路指導、はい、サッカー部でしょ。あ、ええサッカーのサッカーよりもやっぱ違うじゃん、教師になりたいじゃないですか、ね、学校の先生になりたいんですよ、ね、サッカー部じゃないんですよ多分。いや、まあ、分からんくはないけど、はい、ちょっと一回整理しよう、はい、ずっと小さい頃からサッカーやってきました、はい、やってきたね、はい、サッカー好きで、はい、で教員免許取ったね、はい、で、まあ、プロにもなって、はい、すごい経験値を持って、はい、で引退して教員になります、はい、サッカー部に学校に貢献しますっていうのがまあまあ普通の流れだよね、はい、それは違うの？その教員になります、はい、やりたいことは、先生、はい、進路指導と、はい、あのなんすかね、やっぱなぜサッカーって自分がやるもんだと思ってるので、うん、あ、分からんか、はい、なので3号リーグに、あ、はい、3号リーグ文字でいいじゃん、はい、38です、はい、やろうぜ、はい、あのセレソン長野って35歳以上のシニアの大会が、うん、であれ、協会含めちょっと力入れてて、うんうん、長野県は全国2位とかに3年連続でなって、うんうん、で去年もちょっとまあなかったですね、まあ、そう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 、まあ、ハンドのあれ吉田のまさのハンドそう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 、え、そうだね、そうです、出れるじゃん、はい、やろう、楽しいよ、はい、ユニフォーム着れるんであれば、うん、はい、1年に1回なんか自分もそうだけど
そなんか塩が言ってることはちょっと分かる気がして、サッカーの畑に行ってしまったらサッカーになっちゃって、うん、楽しめない感じもある、うんうん、今はフットサルの方にいるから、はい、純粋にサッカーをするのとか、まあ、見るのも楽しい、それこそパルセルとか山川の試合見に行くのも楽しいし、はい、でも自分がそのスタッフとして中にいたらちょっとこう楽しめない自分もいる、うん、なんかそんな感覚もある。そうだね、うん、じゃあさ、はい、教員になったらさ、はい、変な話だって学校から塩沢くん、うん、あのテニス部の顧問やってくれないかって言ったらどうすんの。いや、やりたいっすあのそれまたダメ、テニスじゃないでしょタイプあの、ね、道具を使って打つスポーツって、うん、違うじゃないサッカーと、うん、はい、またいやいや待って、指導できないでしょだって。あのどうなの他のスポーツってのはさ、できるの、はい、できるんですか。見たことないか分かんないけど、球技はいろいろやってきたつもりではいるので、また一から勉強するにしても、うん、楽しくできるんじゃないかなと。あ、はい、ね、だって、ね、陸上部とか来たらどうすんの。あ、走り方勉強します。あの吹奏楽みたいなそうですね、僕小学校の時トロンボーンは引き出しがあるね、引き出しがめちゃめちゃもうすごいねそれそのレールに乗せようとしちゃってんじゃんもうあ、でもだからそこにはこだわりがないってことか、はい、教員を。そうです。それはもう何、はい、ワクワクしてる感じでもあるね、やっぱり楽しみみたいな、はい、もう中学校時代からずっと学校の先生になりたくて。すごい、なそんなになりたいんだね。何がそんなに魅力なの教員の。なろうと思った時は、いや体育の先生って毎日体育やってていいなって、そっからです。なのであのサッカー選手って毎日サッカーやってていいなってそっちなるほどね、はい、近いやつだ。あ、そうなんだ。ですけどこうサッカー選手ずっと続けていくと、うん、いろんな人と出会ってきて、うん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 、すごいあのすごい経験を持った、うん、企業を立ち上げた人とかとも出会うこともできたし、高校生とか中学生とかと出会って、その進路にこう踏み出せてないような子とかっていうのにも接してきて、じゃあそこをうまくこう結びつけられないかなって思うようになって、あ、学校の先生そこができるかなと思って、そういう考え方になりました。そうなんだ、はい、すごいね。なんか現役やってる時にそこまで明確になんかセカンドキャリアじゃないけどさ、うん、はい、次のことってそうそういないと思うんだよな。俺もそんな明確なのなかったし、はい、それはすごいね。でもね、あのやっぱりサッカー選手になる夢と学校の先生になる夢を同時進行でこう持ってっていて、うん、で運よくサッカー選手になれたから多分それができたのかな。なるほど。じゃあそのタイミングでサッカー選手になれてなかったら間違いなく教員の道行ってたってこと、はい、そうです。すげえ。でしかもただ体育がやりたいっていう先生に多分なってただけだと思うので。それ以外になりたいものってなかったの、途中で。それこそ、あ、ちょっとアパレルとかもやってみたいなみたいなとかいや例えばないけど、はい、アパレルないけどないけど、はい、例えばなんかさ、はい、いやちょっと美容師とかもしてやってなんでその長ずたもうそうそうなんかだから、はい、なんかもう全然違う。あれでも印刷の時とかサラリーマンじゃないの、佐賀印刷の時って。あの、ね、工場なんでもう作業着着てっていう感じだったので、うん、まあ、汗かく仕事は多分進む可能性はあったかもしれないですけど。あ、なるほどね、はい、これやりたいっていうのは他にはなかったんだ。はい、ああ、すごいな、うん、いいんじゃないですか先生ね。いや、めちゃめちゃ面白いと思う。いろんなね、こんな経験してきて、農家もいいですね。いつもすいませんね、手伝いに来てます畑に、はい、畑にも庭なんで庭近いの、あの辺もう歩いていけるんですいませんね、いつも。今度あの白菜がこれからね冬に向けてね。そうなんですよ、まだちょっとスケジュール空いてるんでお願いしますその話はいいんだよ。いいんですか、この話も。その話はいいの。いいんですか。それこそだって農業とかどうなの、やってみたいなとかないの、自分で
自分ではないですね。ないんだ、はい、やっぱ教員に勝てるものはないんだねと思います。今のところ、はい、今のところ、はい、すごい、ね、面白いね。楽しみですよね。いやでもこういう人材がやっぱ長野県にこう、うん、残る形が長野県にとって宝だと思うんですよ、うんね、それこそウォリアーズもそうだけど、うん、いろんなクラブができてさ、はい、でそういうところの選手たちが引退をしていって、この長野県に残れるあれを作るのはやっぱ大事だよね、はい、でそれが多分俺らができる一つのことだと思うし、そうですね、はい、でそうやって残っていけばそれこそね、師匠は例えばサッカー教室呼ばれてとかって言ったら絶対行くでしょう、はい、ね、そうやってね、子供たちが、ね、いや応援してましたとかさ、お父さんお母さんがとかね、はい、その積み重ねだと思う、ね、うん、あ、ちょっと楽しみだね、はい、どこの教員になるのか、ね、そうですね、教員はよく分かんないけど、はい、あるんでしょ、また私立と公立とかで違ったりするでしょ、はい、うん、僕は公立の先生になりたくて私立じゃないのね、はい、あの私立こそサッカーメイン、ああ、まあ、そうなっちゃうね、なるほど、私立ならなんかなれそうな、まあ、あ、そういうことか、はい、公立じゃ別にそうじゃないものも、まあ、公立はね、移動がありますからね、はい、ね、なので私立は本当に企業と契約する形と一緒なので、あ、なるほどね、もうその先20年とかを考えるとやっぱいろんなところを転々とした方が自分の中ではいいかな。へえ、いやだってさっきの話じゃないけどさ、はい、選手権出たいみたいなとかって高校サッカーやるぞみたいな、ないのって言われますけど、まだ指導熱、あ、今山田のスクールに携わってたりとかして、うんうんうん、徐々にこう指導って楽しいなっていう部分にはなってきてますけど、うんうんうん、まだちょっと違う、はい、だったら卓球部のがいいみたいな、そういう自分を楽しめる、楽しめる、はい、そうか、楽しいところからまた学んでいくっていうなるほどね、面白すぎる本当にもう、ね、しかもそんな中さ、こんなもう引退の T シャツ、はい、そしてこれはタオルマフラーいい、そうですね、あの、はい、もう最高だね、あ、もうチームが頑張って作ってくれました、ね、めちゃめちゃかっこいいじゃん、いい形で、はい、引退を迎え入れて、はい、こんな自分の引退 T シャツ着ることないですけどね、いやいや、なんで、全然いいじゃん、それ着てあのプライベートの私服にしようよ、私服にしようよ、それいつも猿の T シャツ着てますけどいいじゃん、でも自分のサイン入ってるやつ着どうだ、着れますか、いや、しんどいね、ちょっと自分のサイン入ったって、はい、もういやでも嬉しいよね、こうやってね、はい、最後のチームがやってくれるとかさ、誰もがやってもらえることでもないと思うし、その辺はやっぱり感じるでしょ、しようもね、いや、すごくない、はい、ね、このあのタオマフのね、うん、皆さんと共に歩んだ、はい、サッカー人生最高でした、はい、いいこと言うよな、おじいちゃんになるとそうですね、もう38になったんで、え、46とかじゃないよ、俺より先輩でしょ違う、塩じいさんいくつでした、これ42、3の年、あの44ぐらいにしようと思ってちょっと46面白い、でもあれだね、本当にこれから教員になってさ、はい、またなんかいろんなスポーツね、それこそ山形とかパルセルとかもうフラットなあれで見に行けるから、そうですね、それはそれ楽しみでしょ、はい、ね、ちょっと楽しいことしよう、じゃあ、はい、ぜひぜひ一緒にサッカー教室とかね、そうですね、うん、セレソンもそうだけど、はい、ちょっと一緒に、あ、一緒にやってないんでしょ、やってないよね、あ、プレーしてないよね、はい、俺それこそだってセレソン長野なんて柿本がいたりとか鉄道とかいて、俺一緒にやってた、常に対戦相手だから、そうだよね、でもなんか分かんないけどやっぱ面白いもんだよね、プレーなんかしなくても俺が欲しいタイミングでボール来るし、俺が出したいタイミングで柿本が必ずいて、俺のアシストからあいつが点取るってもうパターン化になってるし、でてっちゃん必ず走ってくれるとか、面白いもんだなって、なんかこうやりやすさとか見てるのもあるし、どうしようも間違いなくやりやすいと思う、はい、ボール頭にください、ああ頭に話して利き頭だ、利き頭、利き頭
面白いね。いやいや、ちょっとじゃあ先に振り返りますか。そうですね、はい、はいはい、もういっぱいありすぎて困りますけどね、スポーツ、ね、本当ですよ、楽しいですね。僕もいろいろ見てますけど、見てる、まあ、バスケも見ちゃいました。見ました、はい、面白いよね。面白いですね、本当に、B1 ですね、もう開幕しまして、先週は、いや、宇都宮ブレックスですね、アウェーで。いや、2戦目惜しかったですよね、第3クォーターまでね、うん、ですよね。だってそう、俺も見てたの。いや、1戦目見てやっぱり、あ、ちょっと実力がね、はい、まあ選手がまだ揃ってないってもありますけど、うん、いや、 やっぱり違うなと思った部分を、まあ、2戦目ね、ちょっとこう高さではかなわない分、ね、ちょっとスピード勝負に出て、うん、あの西山選手とか ね、もうバリバリ行きましたね、もうめちゃめちゃ調子良さそうだったもんね。いや、すごかったですよ。ルイスも良かったね。ルイスも良かったしね、3ポイント決めてて、いや、ね、最後ちょっとまあ足が止まって ね、第4コーナー逆転されましたけど、ね、いけるかなと思ったけどね、最後でもやっぱ一部の壁はね、高い高いなって、もう選手層がやっぱ熱いし ね、確かに、やっぱあの1戦目と2戦目のゲームの違いがすごいなと思って。いや、わかる、ね、そこはあれが秋田の時も、うん、なんかすごいリードしてたじゃないですか、うんうんうん、そんなに変わるもんかなと思って。あれはちょっとバスケ独特だよね。サッカーとかだったらさ、うん、その2日連続でまず試合やることってそうそうないじゃん、はい、地域リーグの前者とかだったらまだ ね、うん、あるけど、はい、でもそれによってさ、1日目と2日目をめちゃめちゃ戦い方がさ、うん、変わるって、そんな器用にできなくない、できないですね。だからその辺バスケやっぱなんかすごいなって思う。いや、もうね、ヘッドコーチの、うん、そうですよね、変え方が非常にですね、うん、すごいですよね。面白いなと思って、うん、そこまで持ってくっていう力がね、はい、楽しいですね、はい、まあ、まだね、開幕4戦して勝利ないですけども、はい、今週末はですね、ホームですね、寿ですね、寿アリーナでサンロッカーズ渋谷と、うん、まだこれもね、強豪ですので、まあ、ぜひね、厳しい試合がね、応援に行ってもらってね、はい、はい、ぜひね、初勝利ですね、 B1 の初勝利を見たいですね、見たいね、早くね、そうですね、うん、で、サッカーですね、いや、悪くなかったよ。これね、解説してました。解説僕、はい、聞いてました。解説やらせてもらいました。あのやらせてもらったけど、まあ本当ネタとしたらすごい豊富だ。監督がね、うん、両チーム変わって、はい、まだ ね、そんなに時間が経ってないっていう状態で、はい、しかもジュビロね、遠藤選手がね、うん、加入してスタメンでくるのかサブなのか。ただジュビロが前節負けてたから。うん、やっぱ思い切ってスタメンで出てきてっていう中でね、で山川もね、佐藤選手が加入してみたいな、そうですね、うん、チャンスありましたもんね。あったビッグチャンスだったね、うん、いや、あれ出たら勝つんじゃないかって。引き分けにしては、はい、ちょっと面白い内容の引き分けの試合だったなと、はい、うん、やっぱり光ってましたね、村山も、ね、どっちも、まあまあ、そうね、めちゃめちゃ見応えある試合だったね、はい、はい、で、まあ、まだね、順位はですね、19位ですかね、うん、まあ、まだこれからですけども、でも柴田監督になってちょっと守備の構築含めて、ね、守備が変わってきました ね、うん、ね、なんかこう、はい、ちゃんと整理された感はある、うん、はい、うん、反町さんがやってたような、はい、ちゃんと整理したこう守備、ここは行くんだ、ここは行かないんだとか、うん、はい、なんかそういうのがこう整理された感はあるけど、ね、ベンチ映るとちょっと 笑っちゃうんですよね。なんでなんで。いや、柴田さんが、うん、僕いた時は柴田さんコーチだったんで、ああ、なるほど、やっぱ先頭に立ってやってるのがやっぱすごい違和感があって、違和感があって、はい、まあ選手で見てたらそうかもね、はい、面白いですね、兄貴っていうような感じですもんね。あ、へえ、うん、あ、そうなんだ、タイプ的にはもうゴリゴリのちょっと楽しみだね、ここからまたね、はい、で、今日ですね、今日7時からそう、水戸とね、ホームで、え、解説ですか。いやいやいや、今日は違います、今日は違います、今日は違います、また今度ありますけど、今日は違います。ぜひぜひ。いや、ここ勝ちたいね。そうですね。うん、勝ち引き分けてきてね。そうですね。ここ勝ったらね、うん、ちょっと乗れるんじゃないかなみたいな。今やっていることがちょっと自信に本当にこう変わる要素になるんじゃないかなと思うんだよね。ただ水戸悪くないんですよね。水戸確かに。そうですよね。水戸いいし。水戸いい。悪くないからね、はい、まあ、厳しい試合になると思うけど、でもホームだし ね、そう、この間もだって4800人ぐらい入ってたからね。そうですね、あの BGM が流れてるんじゃないですか、うん、歓声の音とか、うんうんうん、ああいうのってどうなんですか。いやいや、やっぱ違和感あるよ
なんかなんていうのリアル感がないっていうかさ、その物足りなさはあるし、一番は多分応援してる人たちが違和感あるんだと思う、手拍子しかできないわけじゃない、まあそうだよね、で声出せないからそこにこうちょっとなんだろうなモヤモヤ感みたいなのは、うん、でもやっぱりあれだけの人が来てくれるって本当に山が好きなんだなと思うし、うんうん、しかもこの間のジブリ戦なんて雨が降ってて、でまあ試合の時にはやんだけど、うん、でそれでも4800人が来て手拍子してっていう、ね、でもやっぱ違和感はある、俺も見ててちょっといや早く早く元に、ね、はい、通常のあれに戻らないかなみたいなって思うけど ね、 そうですね、こればっかりはただねコロナの影響とかそういうのがあるから、ね、一概には、ね、簡単ではないと思うし、はい、でもちょっと違和感あるねやっぱ ね、 いや終盤戦の、ね、追い込みかける時にやっぱいやそうなの、ね、あの声がさ、ね、はい、だからシーンとなるのが結構多い、はい、うん、スタジアムでさ、で結局そのちゃんとの音響を出さなかったらシーンとなる、うん、で選手たちがわーっとこう喋ってるのが本当スタンドの人たちも聞こえるっていう、なんか、うん、あの辺とかすごい違和感だよね。そう、うん、一度行ってみようかな、行ってみて、はい、面白いから、ね、はいはい、で J3 ですね、次は、パルセロアウェイでフジエト 0-0 と、いやまあアウェイの戦い方だから、まあ、勝ち点1は悪くないなと思うし、うん、藤枝にやっぱね相性がね悪いでもまあ負けなくてよかったなって、そうですね、なんか僕的には思いますけどね、はい、でまあ、引き分けたことによってね熊本が勝って、そうですね、まあ、入れ替わりましたけどね、けどでも、はい、アウェー藤枝で負けなかったっていう勝ち点1を、はい、この勝ち点1は僕はプラスに考えれるかなと思って、うん、そうですね、うん、それこそ本当このバンラーレとのね、はい、18日の、ね、うん、はい、ホームのところで、あーバンラーレ、うん、まあ、もちろんね試合数がどん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 ね、そうですね、減ってきますからね今、うん、減ってくる状態で、ね、今しかも2位か3位かってこう行ったり来たりするような状況だとどの試合も落とせないと思うけど、でも本当にここ3試合ぐらいが多分本当に上位っていうのがこう固まりつつあると思うんですよね、うん、そうですね、何チームかが、うん、昇格圏内に入り続けるためにもこのやっぱり3試合ぐらいをしっかり、まあ、落とせないですね、落とせないと思う、うん、実にね、ちょっとでも久しぶりじゃない昇格圏内に入ってる年、本当ですよね、あのドバさんの時以来じゃないですかいや違うよ、俺の後 JFL 優勝してるからミノさんの時に、うん、1回そうか、うん、入れ替え戦の時ね、はい、入れ替え戦、あそうか、そうそうそう、入れ替え戦、入れ替え戦キーさんに行ってやつですね、そうそうそう、はい、1点が遠くみたいな、はい、行きましたもんね、行きましたね、3行きましたね、帰り地獄でしたけどね静かにね、静かに帰ってましたね、はい、でね、はい、はい、続いてはなでしこですね、レディースホーム初勝利ですね、今シーズンやっとね、ホームでやっとね勝って勝ちまして、まあ中村メグが ね前半に、取りまして、後半は肝付選手の初ゴールと、まあ、ホームで勝つっていうのはやっぱ大きいですよね。いやでも本当に僕この試合行ってきたんですけど、うん、あの本当に安堵というかね、やっとホームで初勝利、なんかしかもかなり内容も良かったですよ、ね、本当に良くてね、みんな言ってて、うん、最初ねちょっとあの試合の入りだけね、うん、だいぶちょっと回されましたけど、そこからちょっと修正して、しかもやっぱりメグが取るっていうところがまたね、そう地元が盛り上がる、ね、その手前でキーパー抜いてシュート打ったんだね、うん、うんうん、バーナー取って跳ね返って、あそうなんだ、そうなんですよ、でそのまま流れて、左からのクロスをね、うん、そのまま決めましたけど、まあメグもね、まあこっからですよ、アンダーもありますからね、うんうん、このままね、そうですね、うん、来年のアンダーにも向けてね、アンダー20かコンディション維持して結果残してね、19ですね、うん、19ですね、次の試合が17日、はい、そうですね、10文字ですね、10文字、はい、これも大事なね、ホームですね、もうあとホーム2試合しかないのでね、あもうホーム2試合なんだ、そうなんですよ、ホームもう2試合しかないので、やばい、1回も行けてないな、僕も今年見れてないですね、行けてない、ちょっとまた行かないと ね、 ね、もう池谷に怒られちゃう、確かにね、いつ来てくれるんですかみたいなホーム最終戦だけ行って遅くないですかみたいな、ちょっと行きたいと思います、はい、はい、ですね、続いては、
BC リーグですね、グランスローズは、日曜日負けまして、まあ、あのチャンピオンシップは決まってますので、うん、チャンピオンシップがもう17からですね始まりますね。負けたら終わりの、はい、負けたら終わりのチャンピオンシップ、いやー痺れる試合が、はい、17日から13時からですね、福島とやって、で勝つと次の週に、他の地区ですね、うん、勝ってきたところと戦って、まあ、年間1位を決めるってことですけどね。柳澤監督も続投が決まりましたからね。そうですよね、はい、今日新聞出てましたけどね。まあ結果残してますもんね、うん、この間あったんですよ。あ、そうなんだ。試合の中継行った時、あ、本当どうするんですかっつったら、いやまだ分かんねえってさ決めましたね決まってたんだろう、決まってたんじゃないですかもうねちょっと応援したいですね、ここ、ね、ちょっとね、うん、やっぱり日本一に、ね、向けて。そうですよ、新種スポーツがね、はい、今結構いいのがグランセローズとパルセイロ、そうですね、よね、はい、全体的に言ったら、はい、ちょっと頑張って、はい、ね、新種スポーツをちょっとリードしてもらわないと ね、はい、いい方向に。さあ続いてはたくさんありますね。 F1 あるの、 F1 ですね、うん、F1 あれ開幕しました。開幕してるじゃないですか。もう見てましたけど、ちょっとケツ本当にいいとこでみたいなね、みんな言われるんだよね。あれなんとかならないからね。ね、あれ試合しかもこんな残ってんのに、あれこれって何分できるんだろうって終わっちゃうのかなみたいなね。いやもう本当にいろんな人からね、もう一番気になるところだよね、フットサルのね、ケツの最後のところね、パワープレーのところね、最初のところをね、ケツの最後は最初いいからみたいな、うん、ね、いやいやいや、でも、まあ、なかなかちょっとうちも勝てないですけどね、なかなか初勝利は遠いですね、やっぱりね。そうですね、なんかなんすかね、どうやったら勝てるんだろうなんて、うん、日々監督と選手と話をしながら、うん、なんかこう考えてますけどね。でも彼はね、答えなんて一個だけではないし、そうですね、もうとにかく前を向いていいと思うことをもうやり続けるだけだね、うん、もうね、確かに。もう今日もちょっといい選手ちょっと一人目星の見つけたんで身長あるしね、身長あるし、ちょっと走ってきますちょっとね、いやいや、でもあの引き続き 僕ら頑張りたいと思います、ね、はい、ありがとうございます。次が土曜日ですかね、アウェーで、はい、バルドラール浦安と戦います、はい、これもですね、浦安行って、はい、まあなんとか早く勝ち点3を取れるように、うん、本当ですね、はい、頑張ります、はい、いやまだね無観客、フットサル、まだ無観客で11月からおそらく人を入れてっていう、はい、またサッカーとはやっぱ屋内屋外の違いがあって、うん、そうだよね、だから10月いっぱいは、ね、屋内はね、そう無観客で、そう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 、だからみんなアベマでみんな見てる、ああそんな感じですですね、はい、いやスポーツね、これで今週からですかね、うん、バレーボールも始まるね、始まりますし、トライデンツ、トライデンツも始まりますしね、これマジで忙しくなるじゃないですか。忙しくないですよ、仕事的には別に忙しくない、ですか、全然ないですか、全然ないんですよ、そういう試合、そうなんですか、いやないですよ今全然、もういろんなとこ回りすぎて大変なんじゃないかなと思ってるんですけど、いやいや全然もうこれがないんですよ、これがね、いや本当に本当ですか、こうなんじゃないですか、いやいけいけっていう、全然依頼がないです、困ってますけど、お願いします、ね、依頼も合わせてね、はい、はいはいはい、で、はい、じゃあ今日プレゼントプレゼントですね、はい、まずはじゃあサインですね、塩澤選手の認識書1名ですね、はい、これですね、はい、先ほど書いていただきましたけども、それで、T シャツですね、これ引退、はい、記念 T シャツです、記念 T シャツ、後ろが、あ後ろもあるの、あ後ろにあの背番号入ってる、背番号とメッセージも込みで、お入ってます、はい、いいね、はい、はい、それを1名とね、はい、1名様、はい、あとは、タオマフト缶バッチ、缶バッチをねセットで1名ですね、缶、はい、バッチさん見れますか、見れますかね、ドバの手に持ってますけどね、あありましたね、これですね、はい、はい、見えます、お来たですね、はい、シオザバ、はい、シオザバこれを
1名ずつですね。1名ずつですか、はい、合計3名ですね、はい、あ、グッズはグッズは一緒です。缶バッジとタオルマフラーが一緒ですね、はい、はい、Tシャツが1名で、サインが1名、サインが1名ですね、はい、でなりました、分かりました、はい、現役お疲れ様でしたとね、来ますけど、2015年山賀のユニフォーム背番号10だったなって書いてあります。はい、10でしたね。10ね、ああ、そうだったね。山賀の10番をね。あ、そうだったね。はい、どうした ?10 番。どうしたんですかね。いや、すごいね。いい。すごいよ。はい、ね、記念って言ったら変ですけど。いや、でもなかなか人生においてないよ。はい。ね、今振り返るとそう思わない？思います。ねえ、すごい山賀で10番だもん ね、 ねえ、俺もつけたかったわいやいや、ちょっと7枚やけなんかやっぱ7がいいですか。いや、7がいいっていうかね、7が用意されてる、いつも。でも、そうなんですか。もう最後のはもちろんもう7じゃないとしっくりこないって、はい、興奮の時だって別に7要求したわけじゃなくて、はい、7が用意されて7になって、で山賀に行った時も何番がいいって言われて、まあ何番でも、でも高校の時7つけてましたけどねとかって言ったら7が用意されてて、はい、山がいい。でパルセル行った時もパルセル7が用意されてて、ってずっと。そうなんですね。今も7じゃないとしっくりもちろん来ないし、はい、なんか違和感ありますけどね。だそん、うん、ね、どう、背番号なんかこだわりはないですけど。ない。水戸11番から始まって、あ、そうなんだ、はい、え、最後も最後そうでしょ、はい、選んだの最後っていうか最後は11は選びました。 あ、そうなんだ。あの、うん、山賀でも、うん、パルセイロでもない番号をつけたい。ああ、へえ、あ、そうなんだ。俺もまあでもそんな感覚かな、なんか番号にってね、はい、ね、でも山賀の10番はすごいね。いや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 、すごいよ、すごいよ。なんもう言おう、いろんなとこで俺山賀の10番だったんだぜっつって俺さみたいな、恥ずかしいっすよ。山賀の10番、山賀の10番を背負った男、うん、ね、塩沢翔で1番のお披露目の開幕戦の名古屋、うん、交代で、うん、終了間際交代って呼ばれて、うん、センターラインまで行って、うん、終わるっていう出れずに終わる、出れずにあそこに立って終わるやつで10番見たっていう面白いですね、はい、あのネタが豊富で、はい、ネタが豊富っすね。最高です、最高です。ありますね、庭でも本当ね面白いですよ。酸いも甘いもね、本当に知ってらっしゃるのでね、うん、またあの教員になってもね、そういう経験をですね、はい、子供たちに本当ですよね、なんか、ね、伝えてもらって、またこれからもなんか新種スポーツにね、うん、なんかいろいろ関わって、はい、もうなんかサッカー界やだよとか言い出すなよ、なんか、違ういや俺も嫌っすわみたいな言い出しそうじゃないですか急に、もうなんか俺もサッカーちょっといいっすみたいな。いや違う選手がここに来た時に、うん、違う競技の選手が、うん、引率ですって僕が来るかもしれないこっち側にいるやつだ僕育てたんだ、はい、それはそれで面白いけど、ね、いいね、でもぜひなんかね、うん、いろんな新種スポーツまた並んで、はい、ぜひぜひ一緒にまたよろしくお願いします。盛り上げていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。はい、次回の告知してませんでしたね。はい、すみません。次回21日ですね。うん、V リーグ開幕しましたけど。お、トライデンツから。はい、トライデンツの戸崎選手に出ていただきますと。はい。南箕輪村まで行きますのでね。え、遠いですけど。これ向こうに行くわけですね。向こうに行くんですよ。あ、はい。わかりました。え、運転手必要ですか。行きますか運転手もやってくれるバス持ってないの、バス、ね、あのマイクロで できるの、ね、できるの、はい、免許はあります限定解除してるんで、あ、ね、いいね、いいね、面白すぎるね経歴がもうじゃあ南箕輪村から、はい、トライデンツですね。そうですね、はい、わかりました、はい、来週はちょっとまた来週をね楽しみにしていただいて、はい、いやまあでもね、本当に話がねいっぱいあってね、豊富ですよね、うん、本当に。でもなんかちょっとやっぱ、まあ、あの寂しさはある、そうだ ね、はい、確かになんかこう仲のいい選手がやっぱ引退していくっていうのはね、うん、ちょっと寂しさもあるけど、今日ちょっと
またちょっと光が差して現役の現役の光が差して違うところから、ね、ちょっと違う光が違う光が差してきたんだよね。あれみたいな、そういう話だった終わったらしてください。終わったらね、こういうものを電波を通じて契約するときはまた生放送で、ね、してあげます。あの言霊なんだ、はい、契約書持ってきちゃうからもう、番組上でね、はい、やりました。いやでももう、はい、現役生活でお疲れ様でした、ね、ありがとうございました。そんなことして、はい、ちょっとまたぜひ一緒に、はいね、新種スポーツ盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。またそうです、ね、見てる皆さんに、はいね、まあ、引退の挨拶はしてると思うけど、はい、メッセージみたいなもの。緊張しますね。え、はい、そう慣れてるし。お願いします。はい、はい、皆さんいつも応援ありがとうございました。まあ、今年限りで引退で、まあ、シーズンも終わってしまいましたけれども、まだまだ長野県にいますし、長野県にもっと貢献できるようにやっていきたいと思いますので、あの街中で会った時にはぜひ声かけてください。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで ね、もう皆さんにもぜひね、まあ、これからの師匠の人生も含めて ね、うん、そうですね、また教員になった師匠にもね、はい、会いに来てもらいたいし、そうですね、卓球部とかねバレー部になっても、はい、別にねそのサポーターがね、うん、なんか応援に来てくれたりとかしたら、はい、師匠的にも嬉しいもんね、やっぱね。あとあの息子さん娘さんをあの僕の高校に入れてくださるの、はい、確かに、ね、そうだ ね、 そ う、 だね、そういうのもあるよね。でもね、それはそれでまたいろんなつながりと、ね、うん、面白みがあって、はい、いいよね、はい、実はあの時のって写真見せてもらえば多分分かると思うので。確かに、そういう意味でやっぱ長野に残るっていうことが、いや本当にそうですね、いいね、楽しみだね、はい、ぜひ、はい、これからの人生も、はい、謳歌しながら、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。寂しいな、でも寂しいね寂しいよ、だってもう応援できないんだからなんかね、本当だよね、はい、今度はあのプレイヤーとして一緒にプレイヤー35以上だね、楽しみね、確かに。ということで、はい、寂しいですけどね、はい、皆さんね、また違う道でのね活躍を期待して、はい、期待して、はい、そうですね、応援していきたいと思います、ね、これからもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後タイトルコールで、はい、締めたいと思います、はい、真ん中でね、真ん中の、はい、はい、じゃあ塩沢選手でいいのかな、はい、選手でお願いします。選手で、はい、先生ですか、先生、まだ早いね、まだ早いですね、はい、塩沢選手ですね、はい、現役生活お疲れ様でした、これからも頑張ってください、はい、皆さんまた来週もよろしくお願いします。新種スポーツ一刀両断、はい、一刀両断言ってなかったねもう何回もやってるでしょさよなら、さよなら。光を